はい、こんにちは。それじゃあね、続きやっていきましょう。もう水車小屋から始めるって言われそうだけど、まあいいじゃないか、ゆっくり行こうじゃないの。ね。でもまあ、ローゼマリーはローゼマリーなのか？嘘ついてる。こっちじゃねえな。嘘ついてるっていうのは、高級クッキーのところ？それとも、お金持ちのところ？わかんねえな。でも、クッキーにカビが生えてたってことは、誘拐されてからだいぶ、時間が経ってるとかってことなのか？謎が深まるばかりですな。こっちだね。よいしょ。これ。ニッパーじゃ無理か。ニッパーじゃ無理だな。さすがに無理か。水車小屋に行きましょう。レバーを引けばいいの？動かないわ。なんでだろう。なんか詰まってるのか？これは？この水車を回せたら電気が通るかも。あれ？何か挟まってる。え？ん？え？人？いや、あれマネキンじゃね？マネキンだよね。ローゼマリー、落ち着いて。これはマネキンだよ。なんか前作もマネキンを集めた記憶があるな。なんでマネキンがこんなところに？繊維工場だっけ？もともと洋服を作る工場だったんだよ。これを取り出せば水車は動くの？作った引っ掛け棒で取れないかな？無理よ。届かないわ。もう少し長い棒が必要だね。長い棒が必要だねって言われても、何かあったかな？あ、そうだ。俺なんか考察にさ、前回夢中になっててさ、思い出したんだけど、俺あの部屋調べてなくない？隠れた部屋。隠れた部屋調べてない気がする。なんか、うん。寝ちゃって、目が覚めて、なんかそのまま話しながら、適当に移動した記憶しかねえな。なんかまっすぐ行ったんだよ。なんか何も考えずに。だから、この部屋まだ探索してねえんじゃねえのっていう説がある。あ、ほら何。何雑巾。雑巾。雑巾はいらねえな。これどうしろっつんだ？そんなもんか？あれ、そんなもん？あ、まだなんか光ってる。ライトで照らさないと見えないのか、この光っていうのは。何か落ちてる。鍵？食堂って書いてある。何か食べ物あるかも。行ってみようか。行くか。食堂ってことは向こう側だね。行きましょう。ほんと謎が深まっていくな。ここか。そう、前作も結構考察するところというか、謎が大事だったというか、謎めいてたんだよ。食堂なんかボロボロだな。なんかいるか？うわ、ゴキブリ！うわ、気持ち悪い。これは？炭が入った袋？何かに使えるだろうか。まあ一応もらっとくか。これは？糸の子。あ、これで切れるんじゃない？木の枝。これは？缶詰や貯蔵された食料が棚に並んでいる。こんなところに缶詰があるわ。半切れナイフもある。めちゃめちゃ漁ってるな。あ、おいしい。すごい勢いで食べたね。アイスも食べてみたら？で、ぬいぐるみは食べられないわね。
それ食べても大丈夫かな。食べた後に言うのやめてよ。食べる前に言ってほしかったな、それは。何よ、缶詰なんだから大丈夫よ。そんなの食べたことないや。え？カニもないかしら？ローゼマリーはいつも何を食べているの？それは魚の缶詰ね。それから、ねえ、何よ、うるさいわね。いろいろよ。ん？ねえ、ローゼマリー、こんなにのんびりしてていいのかな？早く出ないと、またあいつが来るよ。こんな場所から早く逃げないと。うるさいな。なんか怒ってるな。イライラしてるのか？ごめん。飼ってるわよ。ん？私だって早く逃げたいわよ。こんな場所から。やっぱりなんかローゼマリーは家で冷たく、こう、されてるとかなのか？なんか、食料もくれないほどに？ローゼマリー。泣いちゃった。ごめん、ごめんね。大丈夫だよ。逃げたいのよ、あの人から。あの人？え？は？隣から聞こえる？うん。あの人から逃げたいってことは、お父さんとかお母さんのどっちかってこと？セーブするの。間違えた。なんか、やっぱりこう、何？再婚相手とかで、で、連れ子のローゼマリーは、冷たく、されてるとかってことか？音、聞こえてきたよね。でもここ開かねえんだよな、まだ。そうね、電気が通ってねえもんな。とりあえず、あの、木を切りに行くか。糸のこぎりで。なんだろう。少しずつ謎が解明するのかなって思ったけど、謎が広がっただけだったな。ここじゃねえ。俺、いつも間違えるな。もう一個下なんだよな。なんかね、その缶詰にがっついてたから、あんまりご飯とかもらえてなかったってことか？やべ、間違えた。そういうんではねえのかな？難しいな。まだちょっと情報が足りねえな。俺の推理をするには。糸のこぎりだ。ちょっと力がいるかもしれないね。切れないわ。切れねえの？何度か繰り返してみて。あ、QT だ。この調子。あ、これすげえ、ちゃんとなんか、上、下みたいな感じでさ、こう、ノコギリを引いてるみたいな感じになってるんじゃない？切れた。やった。手がボロボロだわ。大丈夫？あざができているよ。え、ほんと大丈夫？それ。これを持っていきましょう。長い木の枝？あ、でもこれでさ、このマネキン取れるんじゃない？ねえ。はい。よし、やってみて。うん。どうだ？取れねえか？あ、流れてった。長い木の枝も、あっちも流れていっちゃった。これでレバーを切り替えられるかな？切り替えるか。はい。でも大丈夫かな？こんなの動かして。水車が回った。なんか犯人にバレねえか？大丈夫かな？まあ、いっか。ブレーカーを上げに行きましょう。ブレーカーな。確か、このエリアに初めて来た時に、だから、
このエリアじゃねえな。なんか、あれ、一個上のエリア。っていうかな、この、なんか、新しいところに行ったときに、初めて、そう、ここ、行った場所にあったから、こっちじゃなかったかな、この上じゃない多分。この、上。のはず。ここ。だね、ブレーカー上げましょう。電気が通ったみたい。これで2階の扉が開けれる。ちょっと待って、ローゼマリー。何？え？あの扉、スイッチみたいなものがあったよ。もしかしたら電気が通っただけで、ロックがかかっているかも。え、まだ入れないの？わからない。とにかく1回見に行こう。え、まだ入れねえの？スイッチなんてねえよ。大丈夫、大丈夫。そんな厳重な扉あるわけねえじゃん。電気が通ったから OK よ。行きましょう。2階の上の、というか左側というかね。こっちだな。なになに？薬品室。なにこれ？なにこれ？なんかあるんだけど。これなに？え？やっぱりスイッチやるね。これは当てずっぽうじゃ開かないよ。ここを開けるための手がかりとかないかな。もう、そんなものなかったわ。諦めないで、もう一度、そういうものがないか調べてみよう。調べるの？なんか、この辺とかにね、この辺とかさ、なんか、手頃なところでヒントを探そうとするの、俺の悪い癖だな。なんかもう、まだ探すのかみたいな。この辺にねえかなみたいな感じでさ、すぐにさ、楽しようとするのよくねえよな。ねえかなこの辺。このなんか、部屋とかさ、ねえかねえな。ねえな。なんか、なさそうだな。多分なんかさ、ローゼマリーがさ、そんなものなかったって言ってたけど、もう一度探そうって言ってるから、おそらく、今まで行った場所とかに、こう何か新しいイベントとか、イベントが発生して、こう、なんか入手するんじゃないかと思うんですよ。なんか、神々だな、今日。そういうんじゃないのかな？イベントとか発生しねえもんな。しゃあねえ、まだ探してくるか。多分これカットだな、うん。探しに行ってきます、そんじゃ。あ、いや、待てよ。カットじゃねえって。ちょっと待てって。そうだよ。なんか、このさ、キーボックスのさ、あの、数字のところにさ、どこだっけあれ。こっちが、なんかなかったっけなんか、もう一個。なんか、うん。キーボックスの数字の後に、何か切り替えスイッチのことがどうのこうの書いてなかったっけここ。これ。キーボックスでしょ？ちなみに2階の切り替えスイッチも配置をメモしたので置いておきます。ほら、これだよ、これ。あれ？どこにあるんだ？え？そのメモはどこにあるの？これか？あ、でもこれあれだもんな。鉛筆か何かでこう、何？筆圧を浮かび上がらせるんだよな。これ、もしかして、え？さっき拾った炭、使ってみて。炭？あ、そんなのでできるの？炭。あ、これか。え？わ、すげえ！炭でもできるんだ。でも、そうか。鉛筆って、炭みたいなもんか。やった、出てきた！すげえ！これが名探偵よ。なんか偶然だったっぽいかもしんねえけど、うん。覚えてたってのが大事なのよ。これまた見れるよね。でね、そことそこと、下三つ、覚えました。いや、これが名探偵よ、ほんと。ちゃんと、記憶してる。素晴らしい。隅のは偶然っぽかったけど、
まあいいでしょう。関係ねえよな、手に入ったらそれでオッケーだもん。結果オーライだからな。ここと、ここ。あれ？あれ？違うかった？いや。逆か？ここだけ開かないとか逆にするか。ここ、下3つでこうか。OK、完璧だね。扉の施錠が解除された。行きましょう。あ、なんかでも、窓割れてるよ。窓が割られてる？ここから誰かが？きっと、あいつだよ。あれ？でもそれじゃ変だよ。だよな。だってこれガラスが内側にあるから外から入ってきたんだよな。だってさっきまであいつ、中にいたのに。うん。ねえ、ここから降りられないかな？でもここ、2階だよ。すごく高い。それに、使ったはしごが倒れてるみたい。大人なら、降りられるかもしれないけど、落ちたら怪我しそうだね。軽い怪我じゃ済まないかも。そうね。ここから降りられたとしたって、私は、ん？なんだまあ、怪我したら、歩けねえもんな。部品、危険なもの、よくわからないわ。下手に触らない方がいいね。置いておくか。危険な薬品。この辺は、あんまり、いじらない方がいいのかな。じゃあ、下に行ってみるか。セーブするか、一回。下に行くか。ん？なんだ、ここ。なにこれ？血？人間の、歯？なにこれ？気持ち悪いのがあるな。薬品が散乱してる。これ何？骨？動物のミイラ。え？ここ何？間違えた。はい。実験室。実験室？なんで、そんな製品工場に実験室があるんだ？え？この工場もしかしてなんか、やべえ工場なのか？あ、でもあれか。そうか、生物兵器がどうのこうの言ってたから、ここで、開発してたってことか、生物兵器を。これは？部品を混ぜ。難しい言葉ばかりで読めないね。何か関係あるのかな？漢字が読めねえのか。そうか、そうか。こじ開けられている？なんか生物兵器がどうのこうの言ってたから、これは、それの実験か。いや、いるじゃん。セーブしよう。あいつ、めちゃめちゃいるじゃねえか。え？これ、行っても大丈夫なの？だよな。隠れて。隠れるか。こっちでいいのか？あ？こっちからも誰か来る。お？え、じゃあ、戻るしかないの？あ。犯人は、二人組？どうしよう。戻っても仕方ない。行ってみよう。多分、あいつがいた方向に玄関があるはず。なるほど。怖いわ。大丈夫。ローゼマーリーは一人じゃないよ。見つからないように気をつけていこう。何それ？ステルスモードってこと？一回セーブしとくか。よし、じゃあステルスするか。とりあえずこっち行ってみるか。こっちなんだ？ああ、ここか。ドライバー？ドライバーか。なるほどね。繋がったってことか。じゃあ、とりあえず追いかけるか。
大丈夫かな？ステルスとかではないのか？これ、直しとくか。よいしょ。んで、こっちが玄関か？まあ、どうせ開かないと思うけど、この先は玄関だが、開かないんだよな。ここまで来たのに、しょうがないよ。どこか別のところを探すしかない。こんな、探すか。こっちは？開くんだ。あ、え？話しかけて大丈夫？倒れてる。まさか、殺人鬼？でも、どうして倒れてるの？わかんないよ。あれ？ん？この人、どこかで見たことあるような、え？知り合い？ん？犯人は知り合いってことか？え？でも、なんで？何が落ちている？何？みーんの手帳。工場長室の鍵。生きてる。どうしよう。え？こっち来る。え？殺人鬼は別にいるってこと？ひとまず隠れないと。隠れるの？この人は？しょうがないよ。運べない。隠れるたでどこに隠れ、9、8、え、ちょっと、ロッカー鍵がかかってる。お、どこに隠れるんだ。お、お、ちょ、隠れたのか？ん、大丈夫なのか？あ、こそって言ってる。なんか、テンパった先に、見つけたけど、もう大丈夫そう。あ、よかったんだ。危ねえ。お前制限時間あんまなかったぞ。いや、ま、簡単じゃねえのかよ、このゲームの難易度。あの人どこかに連れて行かれちゃった。とにかく、今は出ることだけを考えよう。うん。あの人、どうなっちゃったんだろう。わからないけど、今見つかったらローゼマリーも危ないよ。うん。あいつはあの倒れた人を運んでるから、今のうちにまだ行ってない場所を探そう。危ねえ、セーブしよう。もう残り時間なんか1秒とか2秒しかなかったぞ、お前。偶然、よく入れたな、今お前。あれは？あれ？使えない。じゃあ、工場長室に行くか。工場長室は、間違えた。上か。はい。一番上だね。の、右端。危ねえ。でも犯人じゃないのか、あれ。一人が犯人でもう一人は、違うとかなのか？その犯人は二人組？わかんねえな。行くか。あ、光ってる。薄汚れた紙。文字が読み取れる。金庫、植木鉢の下。植木鉢の下？これか？植木鉢って。はい。金庫の番号？ん？何？もう何ももう最悪じゃねえか。なんだよ、これ、お前。最悪。ほんと最悪。もうな、人間の死体とかさ、そっちの方がまだマシ。もう、やだな、虫。ひ、もう俺、こんなの見たら、気を失っちゃうよ。ローゼマリー、静かに。気持ち悪いけど、大丈夫そう。大丈夫じゃないよ、こんなの。え、なにこれ。嫌がらせ？きっとおれば、雑巾持ってるね。雑巾使うか。もうなんだよ、この嫌がらせ、もう。雑巾あってもこれ嫌だな。あれ？あれ？使ってない俺。あれ？ああ、あれか。一個ずれてたか。よし。数字。右6、左40、右13、左50。うわ、
金庫ね、わかりました。6、40、13、50。OK。6と13だけ覚えよう。で、左は40と50と。OK。右、6、13。OK。これだろう、金庫って。開くだろうか。うん。でも、ダイヤル式だから数字を通りすぎないように気をつけてね。覚えてるよ。6、40、13、50。OK。右に6。左に40。これってさ、40元ルーなのか ?40 に合わせればいいのか俺この金庫の開け方とか、この金庫見たことねえんだよ。で、右にとりあえず13するか。これで開かなかったら、その数字分だけ回してみるか。14だっけ ?13 だっけ ?13 だよね、多分。で、50。これで合ってるのかこの金庫の開け方は。あ、開いた。鍵。厳重に保管されていたようだね。どこの鍵だろう。もしかして、お、当てがあるのか金庫の鍵。どこの鍵だこれ。金庫の鍵じゃねえな。鉄扉の鍵だな。鉄扉?あ、開けた。実験しろ。開けた。いらっしゃ、物置。この物置の鍵か?鉄扉って感じじゃなかったけどな。まあいいや。物置に行くか。いや、もうほんと、あの金庫さ。あ、ここじゃね?開け方あれで合ってるのかなって思ったけど。あれ違うの?鉄でできた扉。あ、ネジね。わかりました。そうかそうか。ドライバー持ってたな、俺。これだ。よし。で、鉄の扉の鍵を使うと。すげえ頑丈だな。頑丈というか、きっちりしてるな。開いた。え、ちょっと入るの待って。セーブしたいの。ちょっと一回セーブしたいから、ちょっと。セーブ、なんか。何?ここ。さっきの部屋の上だ。ここを渡れば、ここでなんかネズミを追いかけ回すとかしねえよな。でもここすごく高い。それに足元がボロボロだよ。ローゼマリー、行くしかないよ。ネズミがパスコード持ってるとかそういうんじゃねえよな。セーブするか。ん?あれ動かなくなった。え?え?来るのか?ダメだ。あいつが来る。来るのか?逃げて、ローゼマリー。逃げてったって。逃げるって言ったって。落ちたら死んじゃうよ。あ、え、ちょっと。キャー、ちょっと。急に始まるのやめて。え?あ、死んだ。帰ってきました。急に QTE 始まるのか、ちょっと待ってくれな。うん。これはさっき上を押し続けてたから失敗したと。そういうわけですよ。なんで、まず、はい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 。あ、止まってくれるのね、QTE 中は。じゃあもうなんかずっと止まって、ん?来るのか?お、危ない!よいしょ、こら、ゆっくり。落ち着いていこう。よし。追いかけてくる。こっちで。追いかけてくる?お、ま、ちょっと待ってくれ。ここか、よし。ちょっと、よいしょ。そう。このゲーム難易度は簡単だからな。ゆっくりと行こう。うん。問題ない。なんか行き止まりじゃね?これ大丈夫か?おい。どうしよう。もう、先がない。あ、ん?この下、玄関だ。玄関?あ、あの扉の向こうは玄関ホールってことか。鍵がかかっていけなかったけど、ここを降りられれば、玄関に行ける。降りるっつったってな。
でも、すごく高いわ。ここ2階だけど、高さで言ったら3階ぐらいあるね。でももう、他に道は、あれなんか2階のさ、ヘリかなんかは危険とか言ってなかったっけ？大丈夫か？あ、あ。来ないで。え？そんなに私が憎いの？そんなに私を殺したいの？知り合い？キャー、え？落ちるの？あ！ローゼマリー、助けて。どうしよう。どうするの？聞いて、ローゼマリー。え？私を頭の後ろにクッション代わりにして。ナイス。あなたを私と同じ目に合わせるわけにはいかないの。やっぱり前の誘拐された子だったってことか？アインス、やっぱりあなたは大丈夫。お願い、信じて。大丈夫か？大丈夫か、熊吉？大丈夫か、今の。何？またそんな顔をして。やめて。なんだこれ。独り言？気持ち悪いってあられやしない。やめてってば、やっぱりローゼマリーは、ママにいじめられてるのか？その顔を見るだけで、本当に虫が走るのよ。いらないで。仕方なく育てているのが、わからないの？クズみたいなやついるな。もう喋らないで。え？なんだ、ダダダダーンって。え？おい、熊吉ダメじゃねえか、お前。え？間に合わなかったか。何？これ、間に合わなかったのか？ミモザちゃん、離れるんだ。お姉ちゃん？くそ、この子にこんな光景を見せるなんて。私がもっと早くたどり着いていれば、もう少し注意深くしていれば。え？姉ちゃん、お姉ちゃん！おい、熊吉の作戦失敗してるぞ。4人目の被害者か？旧リューグネリン第三工場でジョジの死体が発見された。被害者はアーレンス家のダリアちゃん、ダリアちゃん？後頭部を鈍器のようなもので殴られた跡があり、それが致命傷になったと思われる。死体発見現場は工場の玄関。第一発見者は被害者の妹だった。警察は、犯の連続誘拐事件と関連があるか急ぎ捜査する模様だ。ダリアちゃん？ローゼマリーじゃなかったってこと？え？自分のことをローゼマリーと思ってる、やべえ奴がいたの？あれ？ダリアちゃん？犯人の身柄を拘束。4人の連続誘拐事件の犯人を拘束。事件は収束へと向かおうとしている。容疑者の男は金持ちの子供を狙った。誰でもよかったと動機を述べ、逮捕時もうすら笑いを浮かべるなど、その態度には全く反省の色が見られない。アーレンス家を含めた遺族は犯人に死刑を求める声を上げていたが、父親のヨハン・アーレンス氏が直後に謎の失踪、その影響か、母親のリンダさんも精神病院に入院してしまった。ん？うらい。このまま、私も消えてしまえればいいのに。
とえ助かったって、私に逃げる場所なんて、ない。だって、誰も信じてくれないんだもの。え？あの人の正体。あの人の正体？私がどんな目に遭ってるか、みんな、信じてくれない。みんな、知らんぷり。私は、嘘つきなんだって。嘘なんかついてないのに、嘘なんか。ああ、そっか。これは、私の物語だから、私の思い通りに作ったらいいんだ。こんな話、嘘っぱち。だったら、喜んでなるわ。私は嘘つきローゼマリー。私は嘘つきローゼマリー。ん？なんか、自分のこと、え？ローゼマリーちゃんは、そのなんかダリアの話を聞いて自分がダリアだと思い込んでるとかってこと？ダリアのその、何？誘拐事件が自分にあったって思ってるとかってこと？違うのか？あ、熊吉。私、生きてる？アインス？ねえ、あなたのおかげで生きてるよ。あれ？熊吉？ねえ、ってば。アインス、返事して。いやよ、アインス、一人にしないで。え？アインス？もう、喋ってくれないの？あ、え？あ、あれ？え？ん？おか。ママ？ママ？助けに来てくれたんだね、ママ。これはダリアの妄想の話ってこと？ありがとう、来てくれて。大好きだよ。え？何これ？ダリアの妄想でしたってこと？全部、その死の走馬灯に見た話だったってこと？で？何が、そういえばこんな始まりだったな。結局、どうなったんだよ。だから、ママが助けに来てくれたのよ。いや、殺人鬼のことだよ。ああ。嘘よ。嘘？え？殺人鬼なんかいなかった。嘘よ、嘘。はあ、なんだよ、それ。殺人鬼じゃなくて、ママだったってこと。あ？あ、じゃあ、アインスは？アインスね。ねえ。ん？ぬいぐるみが喋ると思うの？いや、そうなんだけど。はぁ、あ。結局、得意のホラ話かよ。まったくお前ってやつは、え、全部作り話ってこと？プニーが退屈そうにしてたから、面白くしてあげたのよ。ああ、真面目に聞いて、損した。ローゼマリー？今日は、アルノルト先生がいらっしゃってるわ。早く下にいらっしゃい。あ、この先生知ってる。前作に出てきた記憶がある。また診察？しょうがないわね。遅れないで。はーい。え？作り話？ローゼマリーの。
どう思う、トニー。お前から先立っていつもめんどくせえよな。行くか。何も書かれていない。特に何もねえのかな、行くか。あ、リリーだ。すげえ、これ前作の主人公じゃん。私、今日からここに住むことになったの。名前は、リリー。あなたは？私は、ミモザ。え？あれ？あいつなんか、落としたぞ。え、ミモザ？写真？ああ、この写真ね、前に見せてもらったわ。ローゼマリーのお母さんだそうよ。え？全然違くない？これが話に出てきた金持ちの母親ね。イメージと違うな。え？ミモザのご両親は誘拐事件の後、父親は謎の失踪、母親は精神病に。つまり、彼女は天涯孤独になってしまったのよ。そして、名前を改名したの。新しい家族に迎えられて。まさかそれがローゼマリー？今は、ローゼマリーと名乗っているんですね。だけど一年後、再び誘拐事件があったの。え？え？彼女の姉が亡くなった、あの工場で。いえ、でもあれは、彼女が自ら言ったのかしら？はっきりとわからないのよ。なぜです？当初は誘拐事件として取り扱われたのよ。義理の母親もインタビューを受けていたわ。でも、発見時に彼女の横に血のついたナイフが落ちていた。さらにそこに刺されたと思われる義母が。何があったんです？わからない、わからないのよ。警察がどんなに聞いても何も言わないの。ただ、いつも決まって彼女はこう言うの。大好きなママが助けに来てくれたって。え、ミモ？いいえ。いいえ、ローゼマリーよ。私の名前は、ローゼマリー。嘘つきの、ローゼマリーよ。え？え？ミモザ、一年後にまた誘拐事件があった？って、ことは、母親、ママ？あれか？俺が操作してたローゼマリーっていうのは、ミモザが成長した姿だったってこと？で、時々回想みたいな感じで挟んでたのは、本当に回想で、その、始まりというか、お姉ちゃんのダリアが誘拐された時の話で、俺が操作してたのは、その後の、ミモザがローゼマリーになった後ってことか？おまけからの手帳が閲覧可能になりました。あ、タイトル変わってる！ちょっとおまけ見てみるか。動画に載せれなさそうだったらカットします。なんかこうね。なんていうの？このゲーム制作のおまけみたいなやつだったらカットするんですけども。2周目のヒント？ 2 周目があるのか？ある探偵の手記。俺か？まずここに記そうと思ったのは、
もしかしたら私の命にも危険が及ぶかもしれないと思ったからだ。私は警察とは別に独自のルートで調査している。なぜならこれは単なる誘拐事件ではないからだ。あの事件以来、私は彼女のことが心配でいた。私がもう少し注意深くいるべきだったのだ。そして彼女を取り巻く環境、そう、それが全ての元凶なのだ。彼女の周りでは不審な死が多すぎる。だがそれを証明する術はない。私は警察でも何でもないただの私立探偵だからだ。だから今から現場へ向かおうと思う。これは保険とでも言うべきか。何事もなく解決できればこんなメモなど破り捨てよう。だが、もしもこのメッセージを読んでいるのなら、どうか私の代わりに真相を掴んでほしい。え？二周目があるのか？で、まあ、とりあえず二周目に行きましょう。というわけで時間結構いい感じなんで、今回この辺で終了となるんですけども、俺が操作してたローゼマリーっていうのは、ミモザちゃんだって、んで、なんか一年後にも誘拐事件がどうのこうの言ってたから、その時の話ってことか？まあ、でもそうなると、ほら、俺が本当になんか最初の頃さ、言ってた、なんか、新聞できるの早いな、みたいなことを言ってたけど、あれがその一年後の誘拐事件だったんだったら、辻褄は合うよな？で、義母に迎えられた。ローゼマリー。新しいお母さんに、ミモザことローゼマリーは、虐待されてたのか？ほら、なんかね、カビの生えたクッキーとか食堂の出来事とかさ。まあいいや、とりあえず2週目に行きましょう。というわけでまた次回、お会いしましょう。じゃあご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。